タデウス・ルットは、ポーランドの陸上競技選手。1950年代から1960年代にかけて活躍したハンマー投げの選手で、1960年、ローマオリンピックの銅メダリストである、ポトカルパチェケンプシボルスク出身。ルットは、1954年のヨーロッパ選手権で、57メートル、70のポーランド新記録を出したものの、3位だった。 ハンガリーのヨーゼフチェルマクまで約2メートル及ばず4位となる。1956年メルボルンオリンピックでは53メートル43で14位という結果に終わっている。また、この年のポーランド選手権では円盤投げでも優勝していたことから、オリンピックには円盤投げにも出場しているが予選落ちに終わっている。ルットは1958年のヨーロッパ選手権では、 6 4七7 8のポーランド新記録で、メルボルンオリンピック銀メダリストのミハイル・クリボノソフ、ラオを抑え金メダルを獲得。2年後の1960年ローマオリンピックでは、6 5六6 4で、ソ連のアシリール・ルデンコフ、ハンガリーのジュラ・ジボツキーに次いで銅メダルを獲得。この種目では、ポーランド初めてのメダルとなった。しかし、 ローマでの活躍の後、ルットは国際大会において目立った活躍をすることなく、1964年東京オリンピックでは10位、1966年のヨーロッパ選手権では予選落ちに終わっている。ルットは1955年から1965年までの間、7回ポーランド選手権を制覇。また通算で19回ポーランド記録を更新した。 ありがとうございます。